韓国女優イヨンエが育ての親からの虐待が疑われる状況で生後16ヶ月で死亡した子ジョンインチャンを追い墓するため、家族と共に墓地を訪れ涙を流した。5日午後、イヨンエは今年数えで11歳となった双子の息子娘と共にヤンピョンハイファミリーアンデルセン公園墓地に足を運び、ジョンインチャンを追い墓した。ジョンインチャンは昨年10月13日に木頓の病院で死亡し、16日に子供専門の同墓地に埋葬された。イヨンエはダウンコートにマスク姿で子供たちと共にジョンインチャンに向けて手を合わせた。所属事務所の関係者は現在イヨンエは子供たちの休みに合わせてヤンピョンに滞在している。ジョンインチャンのニュースを知り、墓地が近くにあることから訪問することとなったと説明した。また、マネジャーの同行はなく、夫と子供の家族のみでの行動だったことも伝えられた。一方、去る2日午後放送された SBS それが知りたいはジョンインはなぜ亡くなったのか編を放送した。番組では生後7ヶ月で養子となり、それから271日後に旅立ったジョンインちゃんの死亡事件を追った。育ての親の虐待が疑われる今回の事件で、児童保護の死角地帯に置かれた子供たちの現実を変えなければという声が高まり、同番組は関心を仰ぐためジョンインごめんチャレンジを提案した。そして現在までに多くの芸能人がこの運動に賛同している。ヒットメーカー審査ホラの虎が手掛けるガールズグループ TRI.BE のメンバー公開。日本人メンバーは、ミレモ。2006年3月26日生まれの14歳。2月デビューへ。ユンホ、ニューミニアルバムの R のタイトル曲はサンクユー。その他、後続曲イエイミーニー、女優シンエウンがフィーチャリングした不眠。L.A. ローサなど6曲で構成。18日発表。女優クヘソン、結婚式の言及が韓国で話題。結婚式に呼ぶ人の名前を書いている。前回、結婚式をしてないから、次回は必ず結婚式をする。本当に好きな人を呼びたくて整理してみた。思ったより多かった。10人以上。注意アンジェヒョンと結婚の時、式は行わず、想定費用を寄付していた。